北上総合運動公園陸上競技場は岩手県北上市の北上総合運動公園に所在する陸上競技場である北上市体育協会が指定管理者として管理している2年後のインターハイ開催を目指し1997年完成公園内には補助競技場総合体育館第1.23競技場も有する2016年の 第71回国民体育大会では、総合開会式及び陸上競技会場として使用された。これに合わせ電光掲示板などの改修が行われ、増設される座席は、国立競技場から6500席を確保し、移設した。国立競技場から取り寄せた座席のうち、予備として確保しておいた一部は、2018年完成の 釜石い住居復興スタジアムに使用するため、釜石市が譲り受けている。2017年、J3 リーグに属するグルージャ森岡のホームタウンが北上市に拡大したことを記念して、同年8月20日に初めての J リーグ公式戦が開催された。これ以後、グルージャは年に数回あたり競技場で、ホームゲームを開催している。現状は、 J2 以上に昇格するために必要なスペックを充足していないが、将来的にこのスペックを充足、いしはそれに準ずるスタジアムにすることを検討に入れている。ありがとうございます。